ブライアン・セッツァーはアメリカ合衆国のミュージシャン、ギタリスト。ストレイ・キャッツ、ブライアン・セッツァー・オーケストラのメンバーとして活動。ニューヨーク州、マサッペクア出身。少年時代にビートルズを聴き、ジョージ・ハリスンの写真を見てギターに興味を抱くようになり、8歳でレッスンを受け始めた。そして、1976年頃に、ジーン・ヴィンセントの B。 バップアルーラをジュークボックスで聴き、クリフ・ギャラップのギターソロに衝撃を受けて、ロカビリーに傾倒していった。1979年にストレイ・キャッツを結成し、そのボーカル、ギター担当として、ネオ・ロカビリーブームにて一世を風靡した。1986年にソロデビューを果たし、1990年には、ブライアン・セッツァー・オーケストラを結成。金髪のリーゼントが特徴だが、 地毛は黒である。両腕全般にはタトゥーがある。また、大のスカルコレクターでもある。ギターはグレッチ製のものを特に使用。補テともやすと信仰が深く、1996年に発表されたアルバム、キングクイーンにて初共演した。実現しなかったものの、2005年には共同プロジェクトも予定されていた。2006年8月には共同シングル、 バックストリーン・イッツ・オブ・東京が発売され、ホテ出演のテレビコマーシャルのコマーシャルソングにも起用された。2007年1月には、東京都、神奈川県、大阪府にて行われた、ホテ主催によるライブに参加し、日本を代表するギタリストの一人、チャーを交えた三大ギタリストの共演が実現した。また、互いにシグネチャーモデルの部品を使用する中でもある。 元プロ野球選手のイチローのファンでもあり、2002年2月から放送されたペプチコーラのテレビコマーシャルにイチローの活躍を歌った、ペップペップペプシという楽曲を提供している。この楽曲は後に歌詞を変えて、セクシー、セクシーという曲名でアルバムベストオブザウィッグバンドに収録された。本人役でザ・シンプソンズに出演したことがある。ありがとうございます。